おはようございます、こんにちは、おはようございます。本日ですね、スプラトゥーンフェスやってまいりたいと思うんですけども、なんか俺のおかしいぞ、ないぞなんか来てない、なんか来てないし、キャラクターの名前もなんか海外の人となんかオンライン繋がってないんじゃないかねえ、繋いで。おはようございます。おはようございます。本日、スプラトゥーン、フェス、やってまいりますとも。はい。で、今回のお題なんですけども、もういきなり見ちゃいましょう。一日貸し切るなら、宮殿か遊園地かビーチかっていう感じですね。で、うなちゃんはビーチチームに入り、あ、間違えた。自分の入ったチームわかんなくなっちゃった。遊園地に入ったんですよ。はい。夏は、夏とかも関係なしに貸し切るなら遊園地かなっていう。で、理由は、まあディズニーランド貸し切れたらいいなって思ってます。ミッキーを自分の思うがままにできたらいいなと思ってるんですけども、なんか話を聞くとやっぱ宮殿はインドアの人も、外出ない人が宮殿好きな人だったり、まあ、遊園地は多くの人が投票してると思うし、ビーチはまあなんか俺はおしゃれだと思うよ。はい。あ、そうだ、花火玉使えるのか、難しいな。指祭りのね、結果がね、多分出ると思うんですけども。ホラガイの得得率。これ結構重要になってきて。今回どこが勝つのか、俺的に遊園地が多いと思うから、遊園地が勝ってほしいな。せい！あー！強っ。ね、インドアの人強い。やっぱインドアの人ゲームばっかするからね、でもこれ偏見か。でもゲームばっかするような偏見だけど。やっぱ強いぞ。もしかしたら宮殿強いかもしれない。え、なんかすごい。ねえ。すごい。なんか落書きされてる。しかもなんか、あれだ。アートな感じで、階段にさ、上から見たらさ、絵になるように描かれてるよ。下から見たらさ、このなんか怖い顔してるんだけど。で、上から見たら、ちゃんと、これあれだね、お面の顔がね、この子も変わってるし、トゲ生えてる。ウニみたいになっちゃった。ステッカーが下に貼り詰められたりして。ちょっとついてってみようかな、これ。すごーい！夏フェスすごいね。うわー、なんか落書きされてる、これ。潜れはしないか。インク潜れるかと思った。うわ、すごい！新しい。でも、インクの色でさ、決まってんだろうな。潜れはしないけど、いろんなマークがある。俺も初めて見た、スマイルマークかな。いいですね。よしも見ていこう。旗は、あった。I love. 何これ、トロピカルなフルーツが乗ってるのか。ドンパッチみたいな。昔、ボーボボに出てきたドンパッチみたいな。なんか、太陽おるぞ。すげえ。あれ、パイナップルかな。浮き輪型のパイナップルだ。どちらかというとパイナップル型の浮き輪か。すげーしか言えないけど。うわー。ちょっと頑張りましょうか。フェスって感じですね。いいですね。イエーイ。バトルの方は次の動画で見てください。よかったらよろしくお願いします。予備祭りの結果でした。